ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメント一つ、瀬口洋平さんからのコメントです。横津です。いつも楽しみにしています。頑張ってくださいというコメントいただきました。ありがとうございます。頑張ります。毎日2本、最低でもね、更新していきます。頑張ります。まあ、中盤以降どうなってくるかわかんないですけどね。はい。ですね。で、ちょっとね、自分の動画見てみたんですわ。ドラクエ8の昔のね、PS2 版の。そしたらレベル10くらい違くて笑った。38くらいでさ、この時点で。俺頑張ったな、はぐれメタル狩りと思って、見ましたけども。いやー、レベル高えっていうコメントが来る理由が分かったわ。この28でさえ高いって来るからな。はい。じゃ、やっていきますかね。現在地ここですね。ぐるーって、ベルガラックからぐるーって回ってきてですね、ここにいるわけなんですけど、海峡が正面に見えると思うんですが、まあそこ行かなくてもですね、この辺でも全然出ますね、海流が。今一回エンカウントしたのを確認した上で撮影を始めました。はーい、海流が出まーす。海の竜と書いて海流な。あ、シーメイド出てきた。おいおい、おいおい、空気読もうぜ。でも必ず出てくるってわけじゃないんだね。なんか、城っていうか街っぽいの見えますね。ここはあれか、そうか。PS 版はちなみにこの辺で自分はうろちょろしてましたね。トヘロスね、トヘロスとか口笛とか覚えてたな。今スキル振ってないからね。そうそう、マジで振んないとダメですね。さ、じゃあ行きますか。魔法の鏡を使います。ジゴフラッシュ!おー。こういうわけですね。はい、海流撃破。ちょっとね、スキル割り振んないと多分これ勝てないわと思って。レベルも低いしね。よし、じゃあ闇の遺跡行きますか。飛びまーす。大丈夫かなー。ちょっとやらしいじゃない。いやらしいもちょっと違うな。ちょっと不安だな、正直。ちょっと勝てないんじゃないかなって思ってる。マゲスさん強いからな。どっちも結構怪しい感じなんですよね、正直。ちょっと不安なんですけど。大丈夫かな?よいしょ。すごい。暗闇の結界が消えた。じゃあたった今君たちが使ったのはサザンビーク王家の鏡なのか。どうやって鏡を手に入れたかは知らんが感謝するぞ。よし、サザンビークへ使いに出した部下を呼びに行くとするか。なるほどね。ついにドルマゲスとの決戦の時が来たようじゃな。おっさん、いつの間に。思えば長い旅路じゃった。今となっては苦難の道のりも懐かしく思い出されるわい。聞けばドルマゲスのやつは今何やら不調という話ではないか。これはチャンスじゃ。今度こそあやつをとっちめてわしと姫の呪いを解かせるのじゃ。わしはお前たちの勝利を信じ姫と共に待っておるからな。えい、了解でやんす。さあ、じゃあ行きますか。闇の遺跡。いやー、怖いなー。中の状態は全然覚えてねえや。あー、おー、いきなりモンスターが。これ話しかけられるやつですね。暗闇の結界がついに破られてしまった。ここは我らの崇めるラプソーンの復活の日を願って建てられた神殿。完全に闇の神殿ですね。息をとどむからここを守るためのもの。その結界が破られたということは、神殿を怪我しに攻め入ってきた。まさに、その通りでございます。パッと見せますね。はい、こんな感じです。闇の遺跡ワンフロア。どうやって進めばいいか全然わかってないからな。おー、できれば雑魚戦は、
お、エビルスピリッツじゃない？この前、動画内で名前を出した。いいね。まあ、多分戦いのドラムは打っては来ないとは思うけどね。会えて嬉しいよ。1フロアから2フロア目に移動。おっと。おお、死神貴族か。すげえ。かっけえな。ポニーにまたがってますね。なるべく、お、なんか、そうか、スイッチしようか。ガッチャンコと、これで上に行けるようになります、みたいな。そっか、仕掛けを解いていかなきゃいけない系か。これは時間かかりそうだな。まあ、ただ、これはカットしたくないですね、できれば。お、でも、ザコが引いてってくれるのは助かるな。このパートは、このまま進めていって、次のパートを、いや、次のパート内でやると時間かかり、あ、かかんねえか大丈夫かな。逃げまーす。あ、逃げれない。こいつら、やるぞ。戦いのドラム打ってくるかな。眠らされる？お、全員かわした、すごい。あ、普通、あ、でもまあ13くらいか。まあさすがに錬金して防具つけてきただけあるな。ヤングさ、眠っちゃったか。さあ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 。あんまり戦闘してる場合じゃないよね。こいつはやばそうだな。ひひひ。ちょっとでも戦ってみるか、せっかくだし。ソードファントム。溜めて防御、溜めて防御だな。強いね。防御してて17食らうんだから相当だね。いや、強えな、稲妻か。やばいな、テリーだな。テリーの亡霊だな、こりゃ。1段階ダメじゃ多分ダメだと思うんだよな。20まで。20まで。いいね。ヤンガスに攻撃が集中してくるのすごい助かりますね。くぅ、稲妻2回はきついな。行くぞ。ベキラマ、防御。イオラ、防御。早いからね。素早さは勝ってるはずだから。あ、オッケーオッケーオッケー。2回ダメのイオラで落とせるのね。把握しました。せっかくなんでね、スキルの割り振りもね、動画内でやりたいなと思ってたんで。とりあえずククールで、回復を、ちゃんとして、おいてと。まっすぐ行くのが多分、この道をね、上に行くのが正解だと思うんで、そう、裏側っていうか、また、ちょっと違う方の道を、おっと、攻めてみようかなと。なんかいるな、新刊みたいなやつがいるな。こいつめんどくさいんだよな。戦いたくない。無理やり消す。消せない。近いのね。ヒヒヒヒ。逃げまーす。逃げまーす。オッケー。この上は何があった？一応さっきの階のお隣に出ると思うんだけど。なんかあるかな？既存か？既存じゃないことを祈る。あー、よかった。宝箱があった。2000ゴールドか。へへ。あんま嬉しくねえ。スピリッツどこ行った？消えた？オッケーオッケー。じゃ、ドブル、いや、あ、逃げれないかな。逃げたいな。4体か。逃げる。よし、行こう。いいね。あんまり時間取られたくないからね。マミーかな。マミーこの前出てきてるから、なんか、より強いマミーかな。名称は何だろう。マガマガしい像が立ってるな。あのブラッドマミーはなんだ？超強そうだな。これはあれですか？ベルフェゴール的な？ベルフェゴール的な？悪魔さんかな？ん？また。さっきここでとても懐かしいお力を感じた。そうなんですね。ラプソーンっていう名称が出てきましたね、ついにね。あ、今度地下1階に行ったんですね、これね。こんな感じですね。結構入り組んでる感じだけど。まあ、矢印の方行きゃ正解でしょう。で、正解じゃない方に行くと、きっと宝箱とかがあるから。あ、いや、違うんだ。こういうのをやんないといけないのか。なるほどね。これ降りれりゃな、早いんだけどな、ぐるっと回んなきゃいけないから。
やー、これはシンボル製でほんと助かったな。エンカウント製だったらほんと地獄だろ、これ。上がった先には何もないですね。何もないですね。宝箱があそこにあるのか。行くべきは、これだな。この先はなんだ？なんかありそうだな。あ、なんもないですね。はい、戻りまーす。いや、ここはまずいな。結構ぐるぐる向きを変える感じか。ふっ！あぶねえ！なんで反応しなかったんだろう。ラッキーラッキー。距離感的には十分、触れられてもおかしくなかったんだけど。あれ？道が途切れちゃってますね。どうなってる？これ。ここに行くんじゃないのか。ああ、ぐるっと回ってくるタイプか。把握。時間取られた。地下何階まであんだろう。せっかくだからね、ここら辺歩いてるとこもカットしないでやっていきたいんだけど。これどうなってる？ん？あ、あった。ガッチャ。これが上がることで、道ができましたよと。これで、乗りまして、向こう側に行けると。おほほ、やった。降りまーす。この新刊っぽいやつ強そうだな。平気で高等魔法を打ってきそうだから、できればスルーだよね。無駄に時間を取られたくない。待てね。なんかあれ、ガッチャンコしないといけなさそうな雰囲気が、プンプンするな。そうだね。把握。うまいこと敵を消しながら進みたいな。これ閉めちゃいけないんじゃないか？これダメじゃん。閉めちゃダメじゃん。てか、よかったんだ。何もしなくて。そこに階段じゃなくて橋あんじゃん、普通に。全然気づかなかった。おっと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 。ここ行けるんでしょ？オッケーオッケー。向こうにあった宝箱はどう取るんだろう。これか。あー、そういうことか。把握。これ上げて、え？待って待って。あれ？結局やんなきゃダメだった。くそ。もう、これやって、すると、上に行けるからが、通れるようになりますよってことね。へい。へい。厄介。厄介。ここだ。よし。で、これで、道になりますよと。お。うわ。これ、開けるじゃん？そこ。そしたら、もう一回これ閉じてってことか。いやあ。宝箱どうやって取るんだろうな。取り方がわかんない。あ、なんかそこにあるな。これは、でも後回し案件ですね。これですね。これやって戻れば、ここ通れるようになるよってことね。これは裏でいいでしょう。先に進みまーす。結構古びた感じの遺跡に見えるけど、ちゃんと松明も灯ってるし。あ、でも橋は若干苔がかってるね。確かに。年季もんではあるか。ひび割れてたりするし。うん。寒そうですね、なんかね。おー、なんか、緑、まがまがしいな。